うございます。はい、おはようございます。今日は聖光対善夜君があるので朝早くから配信をしました。ですよ皆さん。やばい、待って、終わった。朝だけなのかこれは。喉が痛い。これで公演の時もこの時物が痛かったら絶対に昨日の歌いすぎです。たまにあるんですよね、朝だけ喉痛い時。喉痛くないように喋ってるから喋り方変やけど許して。シンプルに口開けて寝ちゃった説もある。あんま今日ないから。だから朝も朝だけ痛い時があるのよ、たまに。それかもしれへんし、昨日のせいかもしれん。たまにあるよね、なんかさ、めっちゃ朝覗いたくてさ、うわ、なんか乾燥しちゃったかもって思ったらさ、すぐ治った。あ、待って、花粉症かも。そうや、闇花粉症なんや。だから花粉症説も全然ある。花粉症ではないと言い切られへんよな。絶対花粉症じゃないと言い切られへん。何が悪いかは分からんけど、いろいろ原因がありすぎてどれがどれか分からへん。でも花粉症で喉痛くなった初めてや、闇花粉症やけど。なんか結構ママは花粉症で喉痛めてるけど、あみは花粉症で喉痛めたことなかった
私も喉に来る。来る人おるや。じゃあ待って、治ってきた。じゃああれは絶対いつもの朝だけ謎に喉痛くなる現象や。今日はカウンではなかったし、昨日のでもなかった。なんか入ったし、まつげだ、違う、毛だ。まつげだ。猫の毛ぽかった。うん、黒かったもん一部。なんか暴れてる。今日はそんな豆が今日おとなしいね。ごめん、かわいい。ちょっとお尻ちょんってした。お尻っていうか何、座ってる時の足出てるから、足の骨。今日は麦がなんか珍しい。麦が静かに遊んでる。あー、豆がいった。暴れました。暴れへってないって話した瞬間、そういうのも言ってるそばから。おとなしいって逆にしない。それはもうそうである。もう豆がおとなしいとどうしたってなる。だってさ、あんないつも暴れてんねんで、常に。疲れへんのかな、いつ寝てんのかなって思うぐらい暴れてるあの子がさ、おとなしいとか世界がバグってる日。願い通り7日は見入れてくれてよかった。初めましてしにくて、ありがとう。7日はよろしくお願いします。そうね、出てるらしいもん、メンバー。
スリスリお嬢ちゃんが来たよ。何でもスリスリする。太ったなあ、ごまもかわいそう。マメもやってきた。マメもちょっと太ってきた。よかった、ちゃんと食べてる。鼻がかゆい。しようとしてんな。最悪。よかった、割れてない。ルームスの編集ありがとうございます。あ、そう、ルームス全部更新できたのと、間違えた、ルームス全部返信できたのと、新しくアクティビティ更新したから見といてください。皆さん、もう見てくれた方、昨日の、ね、夜に更新したので皆さん見てね。昨日夜中見つけた。通知ならへんよな、あれ。あ、そう、夜、あの夜って言ってもカラオケ終わってすぐやけどな。カラオケ終わってブログとかツイッターとかウーバーメがいて、その後にアクティビティを更新した。ナンバラの動画増えた。あ、そう、ナンバラの動画も増えた。それはもうツイッターで言ったけど、その昨日撮れてなかったやつと上げてなかったやつを更新しました。よいしょ。肌の草木の芝居一番かわいかった。あれ一人でやるの寂しいんだけど、普通に。だってウフウフフは一応見せない子なのがしんどい、体力的にはな。ホノピーとかも世代交代の方が体力的にはしんどいって言ってた。どうしたの。ダメだよ。かわいい、あんた。あ、やばい、ごまんめでてるところ麦に見られた。ちょっと15分経ったのでそろそろ終わりたいと思います。ちょっとね、今日も公園で準備とかいろいろあるので、嫉妬される、いやそんなされてないと思うけどな、人間の、猫の方は分からんから。
誕生日ます。アバイトありがとうございます。で、今日はそう、まだイベント中やから昼前公演、ちょっと昼公演前も配信やると思います。そう、明日はでもゲリラやから、明日じゃないわ、次はゲリラやから、次の次もゲリラやからよろしくお願いします。でその間に誰かに薄く抜かされへんようにしないと。さあメイクの順番次第でほんまに時間変わるからな。まあでも昼前やから、ニーニーは下がりはしたけど、ここキープやったら、うん、いける。だから昼公演前と夜公演前に2回しますね今日は。はい、じゃあ男女見ます。時間はゲリラです。13位、おでん屋さんありがとうございます。どうした12ビオレさんありがとうございます。11位ツラさんありがとうございます。10位桜の花、桜の絵文字の方ありがとうございます。9位ヨシさんありがとうございます。8位ナヨさんありがとうございます。7位タカモセさんありがとうございます。6位みかん屋さんありがとうございます。5位なつきちゃんありがとうございます。4位おやじさんありがとうございます。3位めいさんありがとうございます。2位ブローさんありがとうございます。おしーちゃんもいちゅさんでした、ありがとうございます。声出したね、あゆみの部屋で、あの2人で暴れてる。喧嘩じゃれ合ってる2人で。ではありがとうございました。今日の世代交代もよろしくお願いします。みんな夜公演は西山のことも応援してあげてね、生誕祭だから。お祝いしてあげよう、みんなで。初めての生誕祭、ではありがとうございました。持ってる方はぜひペンライトを3本持ってきて、あやみ西山でよろしくお願いします。はい、ありがとう、ありがとうございます。また昼公演前に、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイキーン。